こんににちは気候楽に変える慶長教育課の岩松正文です今回のテーマは「どうやってやる気を出してますか?」ということで皆さんどういうふうにやる気を出してるのかっていうのを今回知りたくていつもとちょっと違う形の企画になりますけれども動画を収録しております私もですね事業主をしてましていろいろやらなきゃいけない仕事ってたくさんあるんですよね。日部の雑務 経費の生産ですとか、書類を書いて出すとかですね、社会保険のこととか、税金のこととか、いろんな書類も来たりしますし、自分自身も、例えばブログを書いたり、このように YouTube を撮ったりとか、あとスタンド FM のライブをやったりとかですね、うん、いろいろやってますと、あのー、ね、やらなきゃいけないなと思ってるんだけども、なかなか思い越しが上がらないと言いますか、ついついダラダラしてしまって、その日一日過ぎてしまうで。そんなことないでしょうか。 そして1日過ぎたら2日過ぎて3日過ぎてって明日やろう明後日やろうとかね来週やろうとか思ってるとどん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 時間がかかってしまってですね余計にそのものと向き合いにくくなるってこと結構あるような気がするんですよねで私自身もそういうやる気が出なくなった時に自分なりにいくつか対処法っていうのは持ってるんですね例えば気分転換が必要かなと思うのでスーパーセント好きなんでスーパーセント行ったりあと一人カラオケ行くかが趣味なのでね一人カラオケに行ったりですとか うん、あとはまあテレビをちょっと見てねリラックスをビデオを見てリラックスをしてね気持ちを落ち着かせたらできるんじゃないかなと思ってビデオを見てみたりとか、まあ、いろんなことをするんですけれどもでもでもですねなんかそれがやる気を出すのに効いてるのか効いてないのかって言われるとどうもですね効いてる料理よりも効いてない部分の方が多いんじゃないかなってこんなふうに思ったんですよね。で各いう今この時点でも私いろいろ仕事がこう溜まってきてましてその日のうちにね頑張ろうと思って。 エンジンがかかるとバーっと終わる日もあるんですけど、だけどもですね、全体的に見るとやっぱりどん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 こう仕事が溜まっていく一歩になっちゃうといことですね。まあもちろん仕事の効率化ってこともやってはいるんですけども、どうしても自分でやらざるを得ないことっていうのもあったりしますよね。えこれが事業主の方じゃなくても、例えば家庭の方でもね、選択しなきゃいけないとか、 今ちょうどこれ収録してるの5月の前なんですけどこいのぼり出さなきゃいけないと思うけどなかなかね出すところまで体が動かないとかですね PTA の何かしなきゃいけないとかあるいはあ家の方でも仕事の方でもそうですけど書類をね書いて出さなきゃいけないとかあるいは仕事とかね急ぎじゃないんだけれどもなんかね将来のことを考えたらねこういう保険をちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなといつも思ってるんだけどもなかなか行動に移せないとかなかなかやる気にならないことって結構あると思うんですよね。 そんな時これをご覧になっているあなたはどんなふうに自分の中のやる気を出していらっしゃるでしょうかなんか今回それを聞きたくて今回この動画を撮ってですね皆さんがどういうふうに自分のやる気を出そうとしているのかそれをちょっと聞いてみたいと思って動画を撮っています。ですのであの今回の動画は私が何かお伝えすると言いますかまあ、えー、お伝え今回の動画ね何かお伝えするというよりは 私がななぜこのの動画を撮りたくなっているのかとつまりやる気が出ないからだと。とことやる気が出ない時に僕今回この動画を撮ろうと思ったきっかけなんですけどあの自分で一生懸命考えても大体過去にやった何かの方法をん試してみるっていうところで大体終わっちゃうんですよね。まあ、細かいの入れれば10個とか20個ぐらいいろいろやる気出すために試そうと思うこといくらでもあるんですけどでもなんかねそれでこれだっていうものもなかなか見つからないことあるじゃないですか。 で今、私がまたまたまさにやる気がちょっと落ちてる時期なので、どうしようかなと思った時に、みんなに聞いた方が早いんじゃないかなって、こういうふうに思ったわけです。で、それ私だけじゃなくて、多分皆さんも同じじゃないかなと思いまして、自分で一生懸命ね、やる気出そうやる気出そうと思って、なかなか出ない方っていると思うんです。僕、本当にね、もう下手したらですよ、もちろん仕事は日々こなしてますが、 2年3年単位でなんかね昔のようなやる気がガッと湧き上がってこないなって感覚あったりするんですよね。でそれ自分がやる気落ちてる時にまたやる気をどうしたらいいか考えなきゃいけないっていうの結構エネルギー使うじゃないですか。もしそれだったらですよ自分で一生懸命考えてもなかなかいい方法見つからないんだったら例えば A さんがやってる何かの方法をね聞いてそれを自分が試してみればいいんじゃないかってこんなふうに思ったんです。 で他の人に聞くことあんまりないじゃないですか。やる気出ないんですけどどんな方法を使ってますかっていちいちヒアリングしないですよね。で人によって本当にねいろんなことやってると思うんですよ。でこのビデオ収録をする前にも実は何人かの方にこの件についてどんなことやってますかってやる気出すためにって質問したりあとスタンド FM のライブの方でねそのテーマでライブを立ち上げましてお話を参加者の方に伺ったりもしたんですけどももう到底自分じゃ思いつかないようなことに、ね、やってる方いっぱいいるんですよ。 ですので、私思うのは、ここでねあの、せっかく動画を撮ってますので、ちょっと時間どれぐらいかかるかわからないんですけど、もしいろんな方のね、私、やる気出すために、とりあえずこういうふうにやってます。私はこういうふうにやってますっていうのが、たくさん集まったら、それをこう、何てうんですかね、まとめて、皆さんで見れるようにしてみたらいいんじゃないかなって、こんなふうに今思ってます。で、あくまでこれは実験なので、うまくまとまらないかもしれませんし、まあ、そもそもね、集まらないかもしれないんですけども、でもね、例えば、 やる気を出すすためにですよこれ現実的だかどうかわかんないですけども私ねやる気を出すためにねいつも味噌汁をね熱々にゴボゴボにねお湯を熱湯を沸かしてそこで味噌汁を作ってねそれをねもう頑張って我慢してグッて一気飲みしたらやる気出てくるんですよっていう人もいるかもしれないですよね。だからやろうと思えば自分でもできるかもしれないけど自分で考えてても思いつかないからやる気にならないこと。 その中にももしかししかかたたら自分がが今必要ななやる気を出すすヒントがあったりするかもしれないですねそれを自分で考えるんじゃなくてもう何かねこう人の話を聞いたり見ながらあじゃあこれやってみようこれやってみようってできそうなハードルが低そうなところから試せたらなんかねうまくこう少しでもうまくね人生が生活が回っていくんじゃないかなってこんな風に思っているわけなんです。 で私がそういうふうに思うぐらいですから多分皆さんの中にもやる気が出なくて困ってらっしゃる方っていうのはいてでそれをねもう,あもう自分一人で考えてもどうしようもならないなと思ってね困ってる方いると思うんですでそういう方がまず最初に何やるかって言ったら大体本読むんですよね僕もそうですけど本読んだり YouTube 見たりするんですけどまあその心理学的なねそのモチベーションの上げ方の話とか、うん、脳科学的なねこういうモチベーションの上げ方の話とかいっぱいあるんですよ で、なるほどなるほどって一応読むんだけどじゃあ具体的に何しようと思うとで、やっぱりなかなか行動を起こしにくいっていうのが私の正直な感想です。なのでここは一つですね理論や理屈っていうのももちろん大事でできる人できる時はそういうものをベースに自分でちゃんと考えて生活をねあのモチベーション下がらないようにそして上がりやすいようにってしていけばいいと思うんですけどだけどもそこのモチベーション上げるという作業そのものが そののの作業そそももにに対してもすでにモチベーションが上が上らない時そういう時にはねちょっとこう何か自分で手がつけやすいものをやりながらね自分の何かの変化を感じていくっていうのがいいんじゃないかなとこんなふうに思っておりますですのでね今回この動画の概要欄のところにアンケートのフォームをちょっとそこに設置をさせていただきました Google のフォームなんですけどまあ簡単な2問しかないアンケートフォームですで1問目はね あなたがモチベーションが落ちた時にどんなことしてますかってどんなことしようとしますかっていうこの質問が一つそれからあともう一つがですねやってみたけど効果がなかったことってないですかってこういう質問ですね何をやればうまくいくかっていうのももちろん大事だと思うんですけど何をやってもダメだったって情報も意外と皆さん共通してたりするとねあこれ無駄なことやってんだなって気づいて時間の無駄を省けるんじゃないかなってこんなふうに思ってますちなみに私自身が やっったみて無駄だったことです。モチベーション上げようと思ってやって無駄だったこといくつかちょっとご紹介しますと、えー、一つにはですねおいしいものを食べに行くってことですねおい、うん、しいものを食べるこれねなんかこう自分を癒してあげてねちょっとご褒美をあげて頑張れるようにしてあげたらいいんじゃないかななんていうふうに思ったりもしたんですけどこれダメでしたね <laughs> もうただ単に食べたらあの気持ちが抜けてで眠くなるだけっていうのがよく分かりましたね そう皆さんもないですかやる気ないからちょっとねご褒美あげて頑張ることにしようっつって。でもしかしたらその方法がうまくいく人もいるかもしれないしいかない人もいるかもしれないんだけど僕的にはですねなんかこうやってもねいくらやる気出そうと思って頑張ってもダメだとやっぱり食べ物に行くんですけどそれってただ単にこうモチベーション上げるんじゃなくて逃げてるだけなのかなっていうね個人的にはそんな効果しかなかったりするんですよ。でもそれも人によってちょっと違ったりしますよね。だからやっってみたたけどうまくいかなかなことも ある程度みんなに共通してそれが起きるのであればそれもまた参考になるような気がします。うん、あとね買い物をするとかねウィンそう買い物をしに行くとかこういうのもダメですね。<laughs> 遊びに行く系もちょっとダメですね。わゆるなんか気分転換系のことっていうのはね私個人的にはなんかモチベーションアップリあんまりつながらないですよね。 で、むしろその気分転換そのものよりはなんかその行動ですね体を動かしてみてそこで出会った何かに刺激を受けるってことはあるかもしれないんだけど食べ物を食べるっていうのはそれでまあある意味簡潔じゃないですか,だからそれをやっててもねなかなかモチベーション上がんないななんてこともあったりしますよね、まあ、ちなみにモチベーション上げるためって話ちょっとしてなかったんでするとまあ私はやっぱりさっき少ししましたねまあスーパーセント行ってねちょっと心の中こう完全にリセットするってね 癒すっていうよりはこう完全にリセットするみたいなねこういうことやったりもしますしあとお風呂入る以外にもシャワーを浴びるっていうのもまたちょっと違う効果があったりしますよねだからブログのネタなんか考える時はもう椅子に座っててもダメなのでね、まあ、歩き回って考えるってこともしますしで仕事する時に立ってやった方がパソコンの事務仕事なんかはまあまあはかどるような気もしますしねで、まあ、ブログのネタ考える時なんかも座っててダメだったらシャワー浴びに行きますね。 お風呂でポワーンってなっちゃうとちょっとそれはそれでダメだったりしてねだからお風呂もいい時と悪い時もありますしねいろいろあると思うんですね、まあ、細かく言うといろいろあるんですけどもあなたが自分のやる気が落ちた時にどんな方法でやる気を上げようと試みるかバッチリうまくいった方法とかじゃなくて全然いいので自分が習慣的にやろうとすることっていうことで何か教えていただけたら嬉しいですまたアンケートの方に書いていただきたいのは あくまであなたが実際にやっていることであって心理学的にはこういうふうに書いてありますとかねこの本にはこういうふうに書いてありましたその話はどうでもいいんですねそういうことじゃなくてあなた自身が実際にやってみてどうだったかということはきっと同じ人間である他の人たちにも何か通じるものがあるんじゃないかなそのための参考にさせていただければと思いますのでよろしかったら概要欄のアンケートフォームからご協力いただければと思いますそれではまた次の収録でお耳にかかりましょう